令和4年11月4日金曜日です。金曜9時から受付開始しております。金曜レターンレース開始いたします。よろしくお願いいたします。前半戦はオープンクラスを実施いたします。本日はなかなか盛況の14台エントリーです。ありがとうございます。練習走行は終了しておりますので、予選第1ラウンド第1組まもなくスタートいたします。出走ドライバーは藤原選手、松井選手、鴨選手、カズちゃん、浩平選手、勝田選手、上前選手。スターティングリードを追ってください。前列グリード、藤原選手、鴨選手、浩平選手、上松選手。藤原選手、鴨選手、浩平選手、上松選手、4方前列グリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。おおぶっ飛んでた1台。さあさあどうぞ。さあクラッシュ、ちょっと大きなクラッシュがオープニングラップ2台ついたか。さあトップ抜けてきたのはグリーンイエローのマシン、上松選手。2番手カズちゃん、3番手藤原選手がキープ、4番手松井選手、5番手浩平選手、6番手勝田選手、7番手 AWD 鴨選手。さあトップオープニングラップいい形で抜けたのはグリーンのマシン、上松選手。後方グリーンのマシン同じくカズちゃん、2番手 0.5 秒差。さあ3番手以降はどうなった。3番手松井選手が抜け出てきた。あっと、さあトップ上松、さあ入れ替わって、これで4番手まで交代。変わってトップに立ったのはカズちゃん、2番手松井、3番手藤原、4番手上松、5番手勝田、6番手浩平、7番手鴨。さあ金曜日オープンクラス予選第1ラウンド第1組、レイアウト変更直後の前半戦オープンクラス、ドミニクはどうでしょう。まあまだ低いですかね。まだ低いですか。さあレースは残り1分45秒です。さあ折り返し地点が見えてきたレースタイム、トップはカズちゃん単独抜けている。現在最終コーナーからストレートグリーンのマシン。さあ2位以降がクラッシュ。さあ団子状態だが、上松、勝田、藤原、松井、2、3、4、5、6番手に浩平、7番手かも。さあ残り時間は1分20秒、折り返し地点を過ぎました。インウェイオープンクラス予選第1ラウンド第1組、あっと転倒。はい、クリアありがとうございます。さあトップカズちゃんが単独抜けている。2番手行こう、上松、勝田、2番様入れ替わった。さあこれで勝田が2番手に浮上、3番手上松、その後ろ4番手藤原。おおお、さあレーサー残り1分です。残り1分。さあオプト待機、落下物、コース上落下物、まあ当たっても大丈夫、どうせライン外。さあレーサー残り40秒です。残り40秒。さあトップカズちゃんが序盤から丁寧に決めてきている。2番手以降、勝った上松、2番、3番、4番藤原、5番松井、6番浩平、7番鴨のレーソーだ。さあラスト15秒です。ラスト15秒。カズちゃんあと1周半というところでしょう。後半セクションに入るグリーンのマシンがトップ、カズちゃん。さあ残り10秒のコール。さあ上位陣ファイナルラップに入っていく。さあもう1周どうだどうだ、届くかどうか。2位、1位のタイムアップ、カズちゃんゴール、浩平選手ゴール、勝田ゴール、上松ゴール、カモゴール、藤原ゴール、もう1台ドライバー動かないでください。はい、全車ゴールです。トップゴールはカズちゃんの18ラップ3分1秒03。さあ第1ラウンド第1組、カズちゃんが決めてきました。丁寧に走り切ってターゲットタイム18ラップ1秒。ということはグリップが上がれば、19ラップ入るんでしょうか。上位陣続きましてオープンクラス予選第1ラウンド第2組へ参ります。操縦台くじ引きにてお決めいただきましたらスターティングリードにお付きください。出走ドライバーは渡崎選手、江村選手、凛太郎選手、渡辺選手、増田選手、かっちゃん、店長。前列グリード、渡崎、凛太郎、増田、かっちゃん、4方前列グリードにお付きください。
はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。マジで俺もやはい、トップ出たのはワッサン2番手がマサ3番、あ、これで2番手がチャン3番手マサ4番手渡辺チチ5番手が店長6番手がリンタの7番手がエヌマラトワッサンいきなり早い2番手かっちゃんとの差が1秒トップは割ったら2番手かっちゃん差がコンマ6秒3番手が渡辺吉、4番手店長、5番手増田、6番手犬村、7番手凛太郎。トップカット、トップカッチャン、2番手ワッタン。1位と2位の差がこれで1秒。トップはかっちゃん残り60秒。2番手ワッタン、3番手渡辺市、4番手店長、5番手犬村、6番手マサダ、7番手リンタロウ。1位と2位の差がコンマ7秒。残り30秒。1位と2位の差はコンマ6秒。トップカッチャン、2番手ワッタン、3番手渡辺チキ、4番手店長、5番手 N 村、6番手マッサー、7番手リンカタイムアップ。6番ゴール、5番ゴール、1番ゴール、2番ゴール、3番ゴール、4番ゴール、はい、電車ゴールです。お疲れ様でした。オープンクラス予選第1ラウンド終了しまして、ミスカウントはなしですね。計測調子良さそうですね。はい、暫定予選第1ラウンド集計結果が出ます。ポール暫定ポールポジションはかっちゃん19ラップ、あと5秒、ワッタンも19ラップ入りまして3分6秒マークしております。本日は14台エントリーですので、どうぞ、上位6台6、8の、14台決勝組み分けとなります。上位6台ということは A シードなかなか枠が多いですね。今のところは暫定上位6台、かっちゃん、わっさん、かずちゃん、渡辺、勝った上松までが上位6台。上松選手は暫定6位のボーダータイム18分3分3秒となっております。さあ、まだまだオープンクラスグリップは上がってきますので、各社タイムアップが期待できる。第2ラウンド第1組、ジョストドライバーは、藤原選手、松井選手、佐野選手、カズちゃん、浩平選手、勝田選手、山田選手。前列グリッド、松井、カズ、勝田、松井、カズ、勝田、お三方前列。さあ、ラッキー3台前列。スタートオープニングラップはどういった展開が待っているんでしょうか。
はい、スタートマッサル、ありがとうございます。では参ります。キングレオープンクラス予選第2ラウンド第1組3分間紹介です。スタートです。スタート10秒前さあ、スタートしました。7台と音、さあ、2コーナー、3コーナー、プレスだったが、さあ、なんとか周回回ってきた。おっと、カズちゃん。カズちゃんは、先ほど1組はトップゴールしてました。暫定予選順は3位タイムをマークしております。トップカズちゃん、そして、丁寧に抜けてきたのは勝田選手。勝田選手は先ほど暫定ゴール、これはジャンプアップが期待できる。3番手争いは、さあ、なんとか、上松選手が抜けてきた。4番手、松井、5番手、藤原。6番手、かも7番手、浩平のレースオーダー。さあ、序盤の展開が落ち着いてきたか。トップ、カズちゃん。グリーンのマシン、現在中央セクションから後半セクションに入っていく。後方、勝田選手が、1.1 秒と。3番手は上松選手、その後 2.6 秒。4番手、松井選手はその後 2.1 秒。5番手、藤原が 1.2 秒後方。6番手、浩平が 1.4 秒後方。3番手は7番手、0.4 秒後方。さあ、レースは序盤の1分が経過いたしました。残り1分50秒です。残り1分50秒。トップ、カズちゃん。現在、中央セクション、グリーンのマシン。カズちゃんがペース的には、暫定ポール、更新ペース。さあ、予選第2ラウンド。カズちゃんが、序盤から決めてきている。2番手、勝田選手も同じくいいペースだ。勝田選手が後方 1.4 秒。ああ、中央転倒。さあ、1台転倒している。内原選手か。レースは残り1分20秒です。残り1分20秒。さあ、トップ、勝田、2番手、勝田選手、3番手、上松選手、4番手、松井選手、5番手、浩平選手、6番手、藤原選手、7番手、鴨選手のレースオーダー。さあ、残り時間は間もなく1分となります。2分経過いたします。キングレオープンクラス予選第2ラウンド第1組。さあ、カズちゃんが少しペース落ちたかとはいえ、暫定ポール更新ペース、わずかに更新している。グリーンのマシン、トップカズちゃん。2番手、勝った選手はその後方1秒切っているか、1秒ジャストってところですか。この周回で1.4 秒差、少し広がったか。3番手、上松。4番手、松井。5番手、藤原。6番手、浩平。7番手、鴨。さあ、残りは30秒です。残り30秒。オープンクラス予選第2ラウンド第1組。さあ、トップ、カズちゃん。現在最終からストレート、グリーンのマシン。いいペース。暫定ポール更新ペースだ。2番手、勝田も食らいついている。1.8 秒後。さあ、丁寧に丁寧に周回を重ねる。大切に行こう。3番手は上松選手、4番手松井選手、5番手藤原選手、6番手浩平選手、7番手鴨選手。残り10秒残る。さあ、トップカズちゃん、どのあたりで帰ってこれるか。これタイムアップ。7番ゴール、ゴールゴール。6番ゴール、5番ゴール、2番ゴール、1番ゴール、決め、まだ。はい、全車ゴールです。トップゴール、カズちゃんが19ラップ3分3秒99で暫定ポール更新。ナイスラン。今のは決まってましたね。ベストラップ 9.52 に対してアベレージが 9.65。 素晴らしい。台数多い走行の中、カズちゃん決めてきました。ナイスナイスライズ。さあ、続きまして、オープンクラス予選第2ラン第2組、ご準備の方お願いいたします。さあ、出走ドライバーは、かっちゃん、まっさん、渡辺地球、三村選手、松田選手、林太郎選手、選手、前列グリッドは N 村渡辺地球店長、 N 村渡辺地球店長、前列グリッドをください。はい、スタートにマッシャル、ありがとうございます。では参ります。キンフレオープンクラス予選第2ラウンド第2組、3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。あれやるね。トップ出たのはみんなの。
おお、あの間抜けたか。はい、トップは凛太郎、2番手渡辺氏、3番手ワッタン、4番手店長、5番手増田、6番手江村、7番手勝ちさんと。残り2分。はい、トップは凛太郎。はい、トップは凛太郎、2番手渡辺知事、差は 3.5 秒、3番手ワッタン、4番手エヌムラル、5番手増田、6番手カッチャン、7番手店長。残り60秒。これで、渡辺氏ワッタンが近づいた。2番手渡辺氏、3番手ワッタン、ここに入れ替わった。トップは凛太郎、変わらず。ん？刺さってた。でも順位は変わらず。トップ凛太郎、2番手ワッタン、3番手渡辺氏。ベストは渡辺が早い。残り10秒。そう。タイムアップ。はい、次からゴール、凛太郎ゴール、渡辺知事ゴール、渡辺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 ゴール、早いね。凛太郎怒られた。オープンクラス予選全校卒業しまして、上位6台、カズちゃん、カッちゃん、ワッタン、カッタ、上松、凛太郎まで。では7位以下で決勝 B メイン開始いたします。ご準備ください。さあ、出走ドライバーは渡辺知事、店長、出原選手、江村選手、松井選手、増田選手、浩平選手、鴨選手。はい、では参ります。キングレオープンクラス決勝 A メイン8分間周回です。スタートいたします。勝ち上がりは上位2台は参ります。小さいプリンターとしてた。嘘やろこれ、見えへんやんけ。はい、トップ渡辺パパ、N 村、誰だ、松井さん、増田、東平、店長、鴨、藤原、なんか行さん走ってた、8回も走ってる。立ち上がりは2台です。頑張れ。残りは7分。藤原さん飛んでんのか、これベベコ飛んでる。
ね。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 パパ、エヌミュラ、松井、増田、店長、藤原、公平、鴨かな。藤原店長、残り6分、残りは、なんやかんやでも2分経ったよ、みんな。そんなこと言うなよ。そんないけんと言うテンションいる？まあまあのいけず度合いやな。なんか榎村さんトップやったんちゃうそれ。刺さっとるやん。松井さんトップっておかしい？パパは？パパトップ？なんかえらい飛んでるんだ。パパ飛んだやないっす。パパ、松井、N 村、残り5分。増田、店長。あ、藤原。増田。藤原と増田はどうなんだ？増田、藤原や。見た感じ。見たまんま。増田さんいいよ。最近メキメキ上達中の増田さん。藤原さん、5メーターほど進むのに今7秒、そこ10秒ぐらいかかってるところの10メーターほど。ちょっと、もうあかんやん、折れてしまった。なんか羽と一緒に心も折れたの。トップはどうなっているんだ？パパか。松井さんと N 村さんはどうなった？ N 村さん前に出るわ。立ち上がりは N 村さん、パパ。 N 村さんの後ろは松井さん。結構空いたの？3秒6。お、こんなね。なんか多分パパ、江戸村、松井、増田、店長、後継、じゃあ藤原がどこに入ってるのかもわからない。まあまあまあ、パパと江戸村さんが1位、2位です。その差4秒8。4秒も空いてる？パパ家知ってた？あ、そうか、パパ飛んでんねや、ごめんごめん。松井さんと増田さんが近い？こんなことないな、あれ？どうなっとんねんこれ。あ、今離れたんだ。残り2分。
うわー、めでたい。トップはパパ、2番手犬村、その後わかんない。松井さんまでは分かっています。犬村さん、松井さんが4秒空いてます。そんなもんですか。まだわからないですよ。松井さん頑張って諦めずに。残り1分です。残り30秒。パパ、犬村、頑張って待ち把握できてるのはここまで。残り10秒です。タイムアップ。6番ゴール、7番ゴール、8番ゴール、9番ゴール、10番ゴール、1番ゴール、5番ゴール、はい、お疲れ様でした。勝ち上がりは渡辺さんが抜けてる、渡辺選手、藤原さんが飛んでる。はい、お願いします。はい、では続きまして金売れオープンクラス決勝 A グループへ参ります。はい、予選順で選んでますか。まだ、カズちゃん、カッちゃん、ワッサン、カッタ選手、上松選手、リンタロウで、勝ち上がりの渡辺選手、江村選手まで操縦台お選びください。はい、予選順で、グリッドをつきいただいて結構です。一番グリッドからグリッドをつきください。速やかにグリッドをつきください。ありがとうございます。では参ります。金運営オープンクラス決勝 A ミン8分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。8台フルグリッドオープンクラス決勝 A ミン。さあ、トップで帰ってきたのはカズちゃん、2番手カッタン、3番手ワッタン、4番手カッタ選手、5番手上松選手、6番手凛太郎、7番手江村選手、8番手渡辺チーレイソーダー序盤。さあ、さすが上位陣、ノンミスで周回か。おっと、痛いくらしがったが、なんとか戻った。ポジションはキープ、凛太郎か。さあ、トップカズちゃん、ポールポジション獲得しましたが、2番手カッちゃんがプレッシャーをかける。とはいえペース的には上位2台ほぼ差がない。3番手ワッサン、4番手カッタ、5番手上も上位5台、綺麗なトレイン状態。凛太郎6番手、7番手野村、8番手渡辺チー。さあ、こうなってくるとミスったドライバーマシンが落ちていく。さあ、序盤の1分が経過いたしました。レースは残り7分、残り7分。キングレオープンクラス決勝 A ミン。あー、カズちゃん、ツーコンの転倒。さあ、これで、あっと、さあ、絡んでる。さあ、これで大混乱の後続集団。トップ変わって、カッチャン、2番手、ワッタン、3番手、カッタ、1、2、3が抜けた。4番手に単独、上松。5番手、江村。6番手、カズちゃん。7番手、渡辺チー。8番手、凛太郎。さあ、レースは残り時間6分20秒です。残り6分20秒。さあ、ちょっとクラクションが聞こえてきたか。さあ、ここ集中どころですよ。ミスからどんどん落ちた。カズちゃんがこれで最後尾まで交代。
トップカッチャン、2番手ワッタン、3番手カッチャン、4番手上松、5番手渡辺チーム、6番手凛太郎、7番手N 村、N 村、8番手カッチャン。さあレースは残り6分です。残り6分、あっとさあ中央先頭、先頭はカッチャンか、もかずさんが厳しいか、からつきたか。残り時間5分40秒、トップカッチャン、2番手ワッタン、3番手カッター。さあこの 1,2,3 3つ目の突破争い、ラップマーカーが入り乱れてきて難しい展開になっていく中盤。レースタイムは残りまだまだ5分30秒です。残り5分。うまい、もうすごいね今3人。ラップマーカーのクラッシュをギリギリのところで3台が綺麗にパスしていた。お見事でした。さあ4番手上松まだ食らいつく、5番手渡辺七、6番手凛太郎、ここが近い、7番手沼、8番手勝った。レースは残り時間5分です。3分経過、残り5分、さあ残り5分、残り5分。おっとさあトップ勝ちたん、2番手渡さんが 0.4 秒差、3番手勝った選手は 0.8 秒後方。さあ1位から3位までが1秒以内にいる。4番手上松もまだ食らいつく、上松は前との距離で 2.7 秒、まだまだ前で絡めばワンチャン転がり落ちてくる距離だ。5番手あるとどうなった。5番手以降は凛太郎、渡辺っち、遠村さんが抜けるのか。残り4分30秒です。レースは残り4分30秒。さあキングでオープンカッケ決勝、熾烈なレースとなりました。上位陣はマッチレースだ。カッチャン、ワッタン、さあ素晴らしいバトルを繰り広げている。さあレースは残り間もなく折り返し地点の残り4分となります。レースは残り4分折り返し地点、トップカッチャン、2番手ワッタン、3番手カッター、ここは 0.9 秒差、4番手上松、5番手凛太郎、6番手渡辺七、7番手犬村、8番手カズタ。あ、犬村渡辺七だよな、おそらくね。犬村渡辺七、もしかしたら違うかも、入れ替わってるかも。残り3分30秒です。あっとさあ渡辺七このミス、さあこれで3番手まで交代。さあ変わってカッターが2番手に浮上、カッチャン楽になったか。トップカッチャン、2番手カッターがこの周回でストレート1本分 1.4 秒差、ワッタンがその後ろ 0.8 秒、3番手4番手上松が 2.1 秒後方、5番手リンタロ、6番手カッチャン、7番手ワッタン、7番手8番手ヌラ、ちょっと5番、いや、6番手以降は修正が入ります。おそらく残り時間は3分となります。8分間周回レース5分が経過いたします。おっとクラッシュオン、ワッタン転倒。さあ痛い転倒、これで上松が粘って3番手浮上、トップカッチャン、2番手勝った、3番手上松、4番手凛太郎、5番手ワッタン、4番5番が近いデルスノーズ、そして6番手は渡辺七、江村勝ちゃんかな、ちょっと、修正が入る模様です。おっと刺さっている、勝ったがミスった、1回2回、あーっと中央転倒、残り時間は2分30秒です。残り2分30秒、さあトップ勝ちゃん、これで単独だ、前もクリア。さあこれで終盤の山場を越えたか、トップ勝ちゃん完全に前がクリア。2番手以降はどうなった、勝った増えますか、2番3番、さあ勝った上松、2番3番争い、4番手が1コーナー、はいクリア、残り2分です。残り2分、さあこれで勝ちちゃんがトップ、クルーズ走行、現在1コーナーから2コーナー付近、2番手以降はバトル状態だ。勝った上松、2番3番、意地と意地のぶつかり合い、4番手が勝つちゃんの、これで4番手上がってきたかな、ワッタン回らなくて、ちょっと後で修正です。4番モニター上、カズちゃん回ったんですよ、4番5番。残り時間は1分30秒です。レース残り時間1分30秒、さあ終盤に向けてカズちゃんトップ、2番手勝った選手が後方 4.6 秒、さあそのすぐ後ろ上松がつける、さあポジション争い近いところで2番3番だ、勝ったバーサス上松。さあ残り時間は、おっ
っと引っかかっていたのは渡辺か。これでポジション下げた模様。さあ残り時間は1分です。残り時間1分、ラスト1分。さあ勝った上松セルズノズ 0.4 秒差。さあ残り時間45秒。さあ勝った上松の 2-3 争い、残り35秒。さあ完全にテールズノーザー。さあクラッシュ、2コーナークラッシュ。さあ残り30秒。さあ勝った守り切れるか上松、もうプッシュ2番3番。レースは残り15秒です。残り15秒。さあラストラップとなるか。カッチャンはもう一周入った。さあ残り10秒のコール。あ、もう一周いきそう。2位争い、勝った上松ファイナルラップに入った。2-3、ここで8分経過。次からゴールです。ゴール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 。あれ上松行かなかった。ゴールゴールゴール。はーい、ガチャポンでちょっと休憩しておりまーす。あとはマイラップ出しますんで、各自ご自分でご確認ください。だいたい修正入りました。はい、以上にて前半戦オープンクラス終了です。3分インターバルです。3分後後半戦のワイドツーリングクラスを行います。令和4年11月4日金曜夜、金曜オレタンです。後半戦です。よろしくお願いします。後半戦はワイドツーリングクラスを行っております。練習走行は完了しておりますので、予選第1ラウンド第1組スターティングリードをください。出走ドライバーは綿崎選手、鴨選手、松田選手、凛太郎選手、勝田選手、浩平選手、藤原選手。前列グリッド綿崎、増田、勝田、藤原、4方前列グリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金運でワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。わおわお。さあ席に同じクラスだったか。さあオープニングラップロップで返してくるのはどのマシンだ。白蛍光ピンのマシン。そこまた2番手凛太郎、3番手勝田、4番手また5番手鴨、6番手藤原、7番手浩平の冷凍だ。おっと、さあ2台クラスだったか。さあトップは蛍光ピンクしのぎマシン。ワッタン2番手凛太郎が続く。3番手向かった。さあ上位3台、4番手増田がいい位置につけている。おっと、さあ2番3番クラッシュがあったか。さあワッタンが1台抜けた。5番からいい形でレースを展開していく。さあ2位争いだ。凛太郎勝ったが最初 0.3 秒差。おっとクラッシュオン。さあレースはそのまま続く。トップワッタン、2番手凛太郎、3番手勝った。ここが 1.2 秒差。凛太郎勝ったは近い 0.4 秒。増田4番手、5番手藤原、6番手鴨、7番手浩平。レース残り時間は1分45秒です。3分間周回です。まもなく折り返し点を過ぎようというところ。残りは1分40秒。トップは2番手凛太郎、3番手勝田、4番手増田、5番手藤原、6番手鴨、7番手浩平のレースだ。おっと、さあ1、2が近い。ワッタン、凛太郎がテルツノーザ。さあ3番手勝ったが少し遅れたか。残り時間は1分20秒。まだまだレースタイムが残っている。さあ熾烈な突破争いとなった。ワッタンバーと凛太郎、現在ストレートから1コーナー付近。さあ4番手は増田単独いいペース。5番手藤原、6番手鴨、7番手浩平。残り時間は1分となります。残り時間1分。さあ2分経過しまして、ラスト1分、ラスト1分。金運でワイドツーリングクラス予選第1ラン第1組。さあ突発から、おっと、さあワッタン、凛太郎勝った 1-2-3。 さあ増田も4番手いいペースだ。さあ後方、いやしかし藤原が詰めてきている。さあ増田の後方、藤原が距離を詰めてきた。4番5番も 0.5 秒差。6番手かも7番、ああ刺さってる。
あっと、さあクラッシュ。さあここ山場、これを抜けてこそ。うまいな。さあトップワッタン、2番手凛太郎。おっと、さあ3番手、おあ、そうか、悪かったね。3番手勝った、4番手藤原、5番手マッサ、6番手かも、7番手浩平。残り5秒です、残り5秒。さあ各社ファイナルラップに入っていく。さあタイムアップ。さあ残り時間、ゴールゴールしてや、ゴールまだやで。さあ勝ったキレキレで、まだゴールしてない。電車動かないでください、ドライバーは。まだゴールしてませんので、はい、電車ゴールです。トップゴール割ったん19ラップ3分5秒4。はい、続きましてワイドツーリングラス予選第1ラウンド第2組へ参ります。出走ドライバーは渡辺吉、N村選手、かっちゃん、かずちゃん、上松選手、松井選手、店長。前列グリッド、渡辺吉、かっちゃん、松井、店長、4型前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金上ワイドツーリングラス予選第1ラウンド第2組、3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました、キングレーワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2ヒート。さあちょっとガチャガチャっとありましたが、トップ帰ってきたのは、さあ松井さん、さあすぐ後ろに上松さん、N 村勝ちゃん、渡辺父が転倒して、カズさん店長、渡辺父。さあトップは依然松井さん。さあすぐ後ろ、さあここで生かした。さあ N 村が転倒。さあこれトップが上松、2番手松井。さあ3番手勝ち上がってきた。さあ4番手店長、5番手カズさん、6番手渡辺父、7番手 N 村。さあこれで松井さんがミスって、かっちゃんが2番手に上がってきた。さあ上松かっちゃん1位2の差が約1秒差、2番手かっちゃん、3番手松井さんの差がこの周回でコンマ6秒。おっと松井さん転倒。さあすぐ後ろカズさんが4番手来た。さあ渡辺父も続いている。さあ店長 N 村。さあトップは上松、2番手勝ちゃの差がこの週で、さあ 0.9 秒差。さあ上松さんが快調にレースをリードしています。さあ2番手勝ちゃん、さあこの周回で、さあ差は変わらず 0.9 秒。さあ3番手松井さんが2番手から 4.2 秒後方。さあすぐ後ろ渡辺父、カズさん続く。さあ N 村も来た。さあ2番手カズクラッシュ。さあこれで、あ、3番手か、3番手に上がってきたのは渡辺父。さあすぐ後ろ松井、 N 村、カズさん。さあ3、4、5、6、さあ N 村ミス。さあこれで3番手が渡辺父、さあ松井、カズさん。さあここまでが一つのグループ。さあその後ろ店長 N 村が6番7番。さあトップかっちゃん、2番手上松の差が、さあ 0.8 秒。さあ残り35秒。残り30秒。おっと、おっと、なんとか抜けてきた。さあ残り20秒。さあ1位2位は 0.8 秒差、いや1秒差か。さあ3番手以下が4番5番が近いか。松井さんとカズさん。さあ残り5秒。1の、さあ通った通った。タイムアップ4番ゴール店長、ゴール渡辺父、ゴール2番ゴール、1番ゴール、ゴール、ゴール、はい、電車ゴールです。7番ゴール、6番ゴール。お疲れ様でした。ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド
終了しまして、暫定集計結果が出ます。さあ、暫定コールは、ワッサンが19.35秒。はい、では続きまして、ティーンウレワイドツーリングラス予選第2ラウンドへ参ります。第1組出走ドライバーは綿崎選手、鴨選手、増田選手、凛太郎選手、勝田選手、光栄選手、矢原選手。前列グリッド、鴨、凛太郎、光栄、お三方前列グリッド。はい、では参ります。ティーンウレワイドツーリングラス予選第2ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。さあ、前列いいスタートを決めたのは凛太郎。2番手は勝田選手がいい形で抜けてきた。さあ、凛太郎、勝田、藤原、増田、鴨、一コーナー、後継は完全。さあ、トップは凛太郎、このまま逃げ切り、あっとー、さあ、トップ勝った。さあ、トップはいきなり藤原。さあ、藤原トップ。2番手凛太郎、3番手勝った、4番手増田、5番手鴨、6番手割った、7番手後継。さあ、トップは勝った。さあ、勝ってる、ナイス。さあ、トップは勝った、2番手藤原。さあ、あとはサクラッシュ、これで。お、さあ、2番手凛太郎、3番手松崎来た、4番手藤原、5番手ワッサン、6番手カモ、7番手コウヘイ。あっと、さあ、勝ったクラッシュ。さあ、これでポジション3番手まで下げた。トップは再び凛太郎、2番手増田、3番手勝った、4番手藤原、5番手ワッサン、6番手カモ、7番手コウヘイ。あっと、転倒、転倒はコウヘイちゃん。さあ、頑張って。さあ、トップ凛太郎、このまま守りきれるか。凛太郎はさっきほど第1ラウンドは暫定3位タイム、的にはちょっと厳しいかな。松田選手がめちゃめちゃいいですね。頑張ってこう。さあ、藤原、松田、藤原、ここが先ほども近かった。レーサー残り1分となります。残り1分、3分間周回です。2分経過いたします。トップ凛太郎、2番手勝った、3番手、これで藤原、増田、ワッサン、カモ、後編ですか。残り時間は40秒です。残り40秒。残り30秒。さあ、残り30秒。トップは凛太郎、2番手勝った、距離が 1.7 秒。さあ、残り15秒です。3番手は藤原、3番手監督、4番手松田、5番手ワッサン、6番手かも、7番手。さあ、まもなくタイムアップ。タイムアップ6番、ゴール5番、ゴール3番、レース走行中、ドライバーの方動かないでください、動かないでください、まだです。はい、電車ゴールです。コーラ凛太郎選手18ラップ3分、ラット1ターン、更新は長崎19秒ですかね。僕です、すいません。はい、では続きまして、金売れワイドツーリングラス予選第2ラウンド第2組へ参ります。出走ドライバーは渡辺父、江村選手、かっちゃん、かずちゃん、上松選手、松井選手、店長。前列グリッド、江村、かずちゃん、上松、江村、かずちゃん、上松、お三方前列グリッドにお付きください。はい、スターティングマッシュルありがとうございます。では参ります。
金ウレワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。スタートしました。金ウレワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第2ヒット。さあまたしてもスタート大混乱。さあそしてまた抜けてきたのは上間。さあすぐ後ろ神田渡辺父 N ぬらかっちゃん松井店長。さあトップは上松、すぐ後ろカズさん。さあ少し離れて渡辺父 N ぬらかっちゃん松井、少し離れて7番手に店長。さあトップ上松が、さあ徐々にリードを広げていくか。さあ2番手カズさんとの差が1秒差。さあ2番手カズさん、3番手渡辺は、コンマ7秒。さあ渡辺氏の後ろカッチャンが来たぞ。 0.8 秒差。さあフラッシュ車両も華麗にパスしていこう。さあトップ上松、さあすぐ後ろカズさん、渡辺父カッチャン。さあ1,2,3,4が徐々に圧縮してきた。さあ1位から4位までがもう2秒以内。さあ5番手松井が、4番手の候補 2.8 秒、コンマ7秒差で6番手犬村、7秒候補に7番手手帳。さあ残り1分30秒。さあカズさんがミスったか。さあ2番手に渡辺父が上がってきた。さあすぐ後ろカッチャン、4番手にカズさん。さあここでカッチャンを生かして、カッチャンが2番手に変えてきた。さあトップ上松、2番手カッチャンの差がこの周回で 1.6 秒。さあ2番手かっちゃん、3番手渡辺知事がコンマ5秒、その後方コンマ6秒で4番手カズさん。さあ1,2,3,4。さあ依然まだまだ近いぞ。さあトップ上松が、さあこれは暫定ボール更新ペース。さあ2番手かっちゃんも、さあ悪くない。さあ3番手渡辺父、4番手カズさん。さあ上位4台はいいペースだ。さあ残り30秒。さあ残り15秒。残り10秒。さあラスト10秒。さあどの辺で帰ってこれるか。タイムアップ。さあタイムアップ。6番ゴール、7番ゴール、ゴール、ゴール、2番ゴール、1番ゴール、4番ゴール、回転車ゴール、3番ゴール。さあお疲れ様でした。金ウレワイドツーリングクラス予選レース全て終了しまして、総合結果出ます。はい、ドン。ポールポジション上松選手、ワッタン、カズちゃん、リンタロウ、渡辺チ、カズちゃんまで A シードです。さあカズちゃんがギリギリ残りました。あれ、あーそうか、カズタさん、この19の3分23。えさっき、さっきのアップならずやったな、2回目の。あ、19入ってるやろ。19入ってるの。全員あかんかった。はい、では決勝 B グループ、予選7位の方からご準備ください。出走ドライバーは勝田選手、松井選手、藤原選手、江村選手、松田選手、店長、岡間選手、浩平選手、ご準備ください。ご準備ください。スターティングで決勝 B メイン、まもなくスタートいたします。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金ウレワイドツーリングクラス決勝 A メイン8分間周回です。スタートです。スタート10秒前。
はい、トップで帰ってきたのは勝田市、N村市、店長、鴨、浩平、増田、藤原、松井。さあ、松井さん、ワイド本命の松井さんがドベ。これはいける。追いやって2つ順位上げた。トップは、あれ、勝田君どうした？江ノ村さんがトップになってます。どうした？残り7分。トップは江ノ村選手、2番手は誰だ、誰が帰ってくるのだ。勝った選手、3番手に江ノ村されてるな。何が起こったの？はい、五郎選手が5番手まで上がってきた。4番手まで、あ、なんかよくわからんのか。4番手まで上がってきた。トップは江ノ村選手。残り6分。トップ江ノ村選手、2番手勝田君、その差縮まったぞ、1秒。3番手には藤原選手、お、すぐ後ろか、これいいぞ。1、2、3が近い。3から4は少し空いてます。2秒、3秒ほど。残りは5分。注目はブルー勝田と白、黄色、ピンクの藤原選手。藤原選手が乗れている。下手なブレーキやめてよかったから。ぐいぐいと勝田君に近寄っています。勝田選手の R8 がいまいち走っておりません。トップは江ノ村選手、1位2の差が1秒4、2位3位は 0.5。 注目はブルーとイエロー、蛍光イエロー。立ち上がりをかけた2位3位。ただ江ノ村選手もまだまだわからない。今日はなんだか勝った選手がしんどそう。残りは4分。 N 村勝った、藤原、五郎、店長、増田、浩平、鴨。近いのは増田浩平。トップ N 村を挟んで増田浩平。あー、浩平君がです。これで2番手変わりました。藤原選手、3番手には勝った君。その差は 0.3 秒ぐらい。さあ落ち着いて藤原選手、ここからしっかりペースを作って前に出たら、1位2位は少し開いて2秒3。注目は藤原選手と勝田君、前後入れ替えました。また変わりました。これで2番手に勝田君が浮上。残りは3分。藤原さん、諦めないで。ここはしっかり続いてきたらチャンスはまだあるかもしれない。
まだまだ円村さんも安牌とは言えない2秒7、他に近いのはなんやかんやで藤原さんの後ろに松井さんが来た。しぶとい松井さんまでワンチャンありそう。さあパシパシ言うております。パシパシ言うて入りました。トップは小野村選手、2番手勝田選手との差が2秒7、残り2分、まだ2分あります。さあ勝田、藤原、松井も抜けてきた。松井さんがぐいぐい近づいてきました。3位松井さん差1秒、勝った藤原、松井立ち上がりをかけた2、3、4。 N 村さんが少し前、ただ N 村さんのことなどで一切分かりません。平気で刺さりますから。残りは1分11秒。残り60秒。残り1分切ってきました。依然近いのは2位3位、乗車ついたら一気に松井さんも寄ってくる。さあ2、3、4近づいた。一気にピンクが5番。あーっと、ここでやっちゃった。そこをさばいてかな。残り30秒。さあこれで全く逃げ切れそうか。残り15秒。江戸村勝った藤原五郎、店長増田康平かも。残り10秒。タイムアップ。1番ゴール、7番ゴール、3番ゴール、2番ゴール、6番ゴール、5番。はい、前者もレストスゴール。江戸村選手決まって勝った。まで、ありがとうございました。お疲れ様でした。ワイドツーリンプラス決勝2名終了しまして、勝ち上がりは N 村勝った。はい、では続きまして、はい、スターティングリッドにおってください。操縦台お決めいただきましたら速やかにスターティングリッドにおつきください。新売れワイドツーリンプラス決勝 A 名へ参ります。1番グリッド、ポールポジション上松選手、予選2位、2番グリッド、バッタン、予選3位、3番グリッド、かっちゃん、予選4位、4番グリッド、りんたろー、5番グリッド、予選5位、渡辺っち、6番グリッド、予選6位、片山選手、勝ち上がりの7番グリッド、N 村選手、8番グリッド、同じ勝ち上がりの勝田選手。はい、スターティングバーチャル、ありがとうございます。では参ります。新売れワイドツーリンクラス決勝 A メイン8分間周回です。スタートです。スタート10秒前。あ、早めのスターティング決まる。注目のオープニングラップ。さあトップで帰ってきたのは上松選手、2番手バッタン、3番手カッチャン、4番手リンタロー、5番手渡辺、6番手カッチャン、7番手エンミン、8番手カッチャンのレースだ。うまい。さあ最初にミスるのは誰か見届けましょう。いや、もう誰もミスらんと8分このまま行くんちゃうの。あっと、さあ珍しくかっちゃんがミスった。さあこれで3番入れ替わり、3番凛太郎、おっとかっちゃん転倒。
さあ、ちょっとカッチャンが珍しく先行している。トップ上松、2番手バッタン、さあ2台が抜けてたか。3番手凛太郎、4番手渡辺七、5番手カッチャン、6番手沼村、7番手カッタ、8番手カッチャン。さあレースは序盤の1分が間もなく経過しようというところ。さあ1位に上松、バッタン、2台が抜けてたか。凛太郎3番手、その上本当はサスカッション、渡辺七、カッチャンと3、4、5と続く。6番手に勝った、7番手沼村、8番手勝ちゃん。さあトップ上松選手、このまま逃げ切れるか。2番手ワッタンがプレッシャーをかける。さあ3番手グループも凛太郎、渡辺七、勝ちゃん近い。勝った6番手、7番手勝ちゃん、8番手沼村。レースは残り6分30秒です。残り6分30秒。さあ序盤の1分30秒が経過いたしまして、上松ワッタンのトップ争いマッチレースか。さあ3位グループも近いぞ。凛太郎、渡辺七、和ちゃん、3、4、5、6番手に勝った単独、7番手沼村、8番手勝ちちゃん。さあちょっと勝ちちゃんがマスに調子が悪いか。さあトップ現在1コーナー2コーナー、上松バーサスワッタン、残り6分。さあレースは残り6分です。2分経過いたしました。8分間周回レース、まだまだレースタイムは残っている。残り6分、トップ上松、2番手ワッタン、テールスノーズ 0.2 秒差。さあスタート直後から2台テールスノーズバトル状態だ。さあ3番手凛太郎、4番手渡辺七、5番手カズちゃん、3、4、5、ここも近いぞ。3位グループ勝った6番手、7番手N 村、8番手勝ちちゃん。さあトップ上松、2番手ワッタン、現在ストレートから1コーナー 0.2 秒差。さあ3位グループは凛太郎、渡辺七、勝ちちゃん、ここも近い。ブルーのマシンが単独勝った6番手、7番手 N 村、8番手勝ちちゃん。レースは残り間もなく5分となります。3分経過いたします。わーお、危ねえ。さあ上松バッタン、2コーナーギリギリのところ止めた。ギリギリセーフで、おろしはしてませんね。さあトップ上松、2番手バッタン、あっと、さあ3位グループがクラッション。これでカズちゃんが4番手にしよう。さあ凛太郎3番手、4番手カズちゃん、5番手渡辺七、6番手勝った、7番手沼村、8番手勝っちゃん。さあトップグループ上松ワッタン、二連テールスノーズ。まあね、ここやり合ってのあと3位グループすぐ後ろいますからね。トップグループの後ろ、凛太郎カズちゃんの3位グループが 1.5 秒って感じですか。この後ろ 1.7 秒。そして勝ったが1つポジション上げて5番手、6番手渡辺七。おさあトップグループ上松バッタンの背後、凛太郎カズちゃんの3位グループは間詰めている。さあ先ほど1秒超えていたが今 0.9 秒差だ。さあ面白くなってきたトップグループ、四つどもえとなってしまうのか。レースは残り3分45。さあ折り返し地点を過ぎております。8分間周回レース、さあ後半戦に入って、依然上松ワッタン1位、2位テルツノーズ、その子おっと、さあワッタンが再びプレッシャーをかけていくのか。さあしかしこれやり合ってしまうと、3番が追いついてきた、凛太郎カズちゃん、3番4番、おっと渡辺七がちょっとポジションを下げた。ワンミスあって勝った5番手、6番手勝っちゃん、7番手渡辺七、8番手N 村選手。さあこれで前半グループ4台と後半グループ4台に分かれる展開。さあトップ上松、さあ守り切りたい。レースは残り3分です。残り3分、トップ上松、2番手ワッタン、すぐ後ろには3位グループ凛太郎カズちゃんが見えている。残り時間2分45。さあまだまだ予断を許さないトップグループ、上松ワッタン 0.1 秒差。さあそして凛太郎もその後ろ、
0.8 秒でつけている。カズちゃんがすぐ後ろ4番手。さあ上位グループのこのギリギリのパワーバランス、まだまだ1位から4位分からない距離だ。さあ懸命の追走、5番手勝った、6番手かっちゃん、7番手ワタナビッチ、8番手 N 村もまだまだ分からないレース展開。各社優勢1秒差という感じですね。さあレースは残り2分です。残り2分。さあ8分間周回レース6分が経過いたしました。さあ上松ワッタン、今の週も2コーナー危なかったが、さあ粘っております。トップ上松、おっと、さあ N 村渡辺っち、さあ7番8番入れ替わりやったか。残り時間は1分35。さあこれで各ポジションほぼペアダンスのようなバトル状態だ。上松渡辺現在中央セクション、凛太郎かっちゃん3番4番、そして勝ったかっちゃん5番6番、7番8番 N 村渡辺っちと各ポジションが、おっと3番入れ替わっている。さあカズちゃん3番手に上がっている。さあ凛太郎が4番手。レースは残り間もなく1分となります。さあ苦しい苦しい8分7分が経過いたします。ラスト1分ラスト1分、さあ最後の粘りどころ。さあここまで来たら上松守り切りたい。2番手ワッタンギリギリのプレッシャー。さあ3番手は三六カズちゃん、凛太郎4番手少し遅れだ。その後ろ勝った、カズちゃんもいるぞ。 N 村渡辺父、N 村渡辺父か、7番8番。残り時間は30秒。さあ上松残り30秒、ワッタンがプレッシャーをかける。残り20秒。さあラスト2周だ。トップグループ0.1秒。さあラスト10秒のコール、何もなけりゃ。さあもう1周入った入った。さあカズちゃんももう1周入った。さあタイムアップ、ゴールゴールゴール。さあ全ポジションやばいですね。うわすごい。はい、全社ゴールです。カズちゃん逆転2ゴールです。ご愛嬌ご愛嬌。優勝は上松選手、ナイスラン。2位カズちゃん、3位ワタンでした。お疲れさんでした。いやーすごいレースでしたね。上位陣も中段も、まあ全社ドイツ中華みたいなもんですよね。8台。はい、お疲れ様でした。ナイスレースでした。以上にて本日金曜レタンレース全レース終了です。ありがとうございました。いや今日は名レースですよ。全車8台ともめっちゃよう走ってましたんで、ナイスバトルでした。お疲れ様でした。